地元江南市出身中野ゆかり選手が今シーズンの初戦に挑みました。情熱的な新プログラム初お披露目です。ズームインフィギュア。先日行われた東京フィギュアスケート選手権大会、私も取材に行ってきましたよ。シーズンの初戦をダントツの成績で優勝した中野ゆかり選手の最新情報をお伝えします。こちらが初披露となった中野選手のフリー演技。フラメンコのような情熱的な振り付けが特徴の新プログラムです。そしてシーズン初戦からトリプルアクセルに挑戦。過去公式戦で日本人女子が成功させたのは伊藤みどりさん、浅田真央選手、そして中野ゆかり選手の3人だけ。そんな難しいジャンプを見事成功させたんです。降りた瞬間はどんな感じでしたか？久しぶりにすごい自分自身の中でも綺麗に降りれた方なので気持ちよく降りることができました。夏の間ずっと練習を重ねてきて何度もいい感じに着氷成功することができてたので、それを思い出しながらもう今日は何としてでも根性ででも降りようと思って挑みました。今シーズンはトリプルアクセルのほか難易度の高い3回転3回転のコンビネーションジャンプを入れています。今回は2つ目のジャンプが2回転になってしまいましたが、意欲的な挑戦です。若い世代の人たちが次々と出てきて3回転3回転を簡単にポンポンと飛んでしまうと、やはりどうしても上位にはいけなくなってしまうので、上位に行くキーとなるのがやはり3回転3回転だと思っているので、まあ、あまり逃げないように今後もチャレンジ していきたいと思っています。今大会の点数は 184.76。 昨シーズンの世界選手権5位の得点 168.92 を上回るほど高い得点が取れるプログラムになっているんです。調整が進むこれからは全日本選手権の表彰台はもちろん、世界選手権のメダル争いも大いに期待が持てそうです。さて中野選手、この絶好調の理由はシーズンオフにリフレッシュできたからですか？オフはご実家でゆっくりなさる時間はあったんですか？オフですか？オフは今年は取ってないですね。全く取ってなくてオフより今勉強が大変なので勉強に集中したいと思っています。もう卒業を本当にしたいので私こんなに勉強したの久しぶりです私現在大学4年生、スケートだけではなく勉強も大事な時期のようですね。ところでこの日、中野選手を見て痩せたのではという声が多かったのですが、それについて伺ってみると、体重は大して変わってないんですけど。そうなんですか？はい、結構やはり体力が落ちないように走り込んだりとか、あとシーズンオフに入ってから他のスケート以外のスポーツもいろいろやったので。どんなスポーツをなさってたんですか？そうですね、バドミントンとバレーボールと、まあ普段やらない、まあ、ボールを使ったキャッチボールとかもしましたし。スケート以外のスポーツをすることでバランスよく筋肉がつくそうです。それも今シーズン好調の要因なのかもしれませんね。昨シーズンの優雅なイメージとは打って変わって今シーズンは果敢に攻める、そんな演技でした。とても新鮮で素敵でしたよ。さて来週は浅田舞選手独占インタビューです。いろいろ聞いちゃいました。